アブラハム・ゴット・ロープ・ウェルナー、水星論の提唱者水星論は、18世紀後半に、アブラハム・ゴット・ロープ・ウェルナーにより提唱された、現在では否定されている、地質学の理論であり、岩石は、初期地球の海中で鉱物が結晶化したことにより形成されたとする。英語名ネプトゥーネザムは古代ローマの海の神ネプチューンに由来する。この理論の支持者と、火山が、 岩石の起源に重要な役割を果たしたとする火星論として知られた対立する説の支持者との間には多くの論争があったが地質学的事実がさらに判明していくにつれて精一説の原理がその事実によく適合することが示されたため19世紀初頭に修正された形の火星論が水星論に置き換わった現代の地質学では 様々な造眼形態を認めており、体積眼の形成を水星論で説明されていたものと非常によく似た過程によって説明している。地質学の調査により化石のような証拠が見つかった18世紀半ば、博物学者は天地創造とは離れた新たな考えを発展させた。ジョルジュ・ド・ビューフォンは地球は7万5千歳以上、もしかするともっと高齢であり。 一連の別個の時代において歴史的な発展を示していることを提案した。アブラハム・ゴットロープ・ウェルナーはフライベルクのフライベルク鉱山学校で鉱山の検査官及び工業、鉱物学の教授を務めた人物であり、18世紀後半の地質学で最も有力であった。1787年の彼の著書賞とクラセファケーションディスクリプション・オブロックスと彼の 講義において、以前の慣例のように鉱物の種類によるのではなく、異なる物質の層の連続性により判断した年代に基づく岩石の分類を提示した。地球が最初は水からできていたという理論に基づき、造岩の歴史的な連続性を基礎づけた。この説明によると、水が惑星と大陸のコアを一連の層として形成する体積過程で、 見学状態から沈降した物質を含んでおり、その層の最も古く最も硬いものが花崗岩であり、新しい層では化石の数が多い。火山の影響は少なく、大陸を変更し火山岩だけでなく、堆積物を加える。連続する少ない洪水はそれより、多くの層を加えるためほとんどの岩石は、水から沈降する沈殿物から生じた。 ウェルナーの起源論における洪水のどれもがノアの洪水であったという兆候はない。火星論として知られる対立する理論では岩石は火の中で形成されたと主張された。これは最初、イタリアの博物学者アントン・モーロにより火山島の研究に関連して提案されたもので、ジェームズ・ハットンにより取り上げられた。彼は岩石は風化と侵食により削れ、 熱と圧力により再形成され持ち上げられるという無限の時間にわたり広がる精一的な岩石輪廻の理論を提唱した。水性論者は火星論者とは異なり玄武岩は化石を含む堆積物であり火山由来ではありえないという考えを持っていた。ハットンは玄武岩は化石を含むことはなく常に不要性、硬質、結晶質であると正確に主張した。 彼は玄武岩が他の岩石の層を突き破った地層を発見し、これは玄武岩が地球の近くの下の溶融岩に由来するという彼の理論を指示した。議論が行われたのは科学者間だけではなかった。当時最も尊敬を受けていた作家の一人であるヨハンボルフ・ガングフォンエーテは水性論者を指示した。彼の著名な作品、ファウストの第4幕には、 水星論者と火星論者の対話があり、後者は悪魔である、同劇の敵対者メフィストフェレスである。このようにすることでゲーテは暗に水星論者を支持すると表明したが、時に明示的に時々他の場所では厳しく表明することもあった。論争は19世紀初頭まで続いたが、1830年代のチャールズ・ライエルの業績により、 徐々にハットンと火星論者の成一主義的思想の支持を集めた。しかし、石灰岩のような堆積岩は水星論者により説明されたような過程から生じたと考えられているため、現代の理論は2つのアプローチを統合したものと見ることができる。この理論とその知的文脈は2006年のアレキサンダー・フォン・フンボルトの旅行をダニエル・ケールマンが フィクション化した著書で扱われている。ありがとうございます。